2023年9月6日水曜日9時からのザ・ヒーダキャットのトトトトアップのお時間でございます。インフルエンザから復活したひーちゃんのラジオでございますよ。先週は聞き苦しい中聞いていただき誠にありがとうございました。メッセージ、ご意見、ご感想等はひーちゃん .radio@aol.com hichan.radio@aol.com までお待ちしております。それでは今宵も楽しくおしゃべりしてまいりましょう。はい、皆様ご心配おかけいたしました。まだ、完全復活とまではいかないんだけど、まだ咳がねちょっと出たりして、ちょっとね喋るの、歌うのは全然いいなんだけど、喋る時に咳が出たりして、ちょっとね喋りづらい部分はあるんでございますが、無事になんとか生活ができるぐらいには復活してまいりました。いやー、インフルエンザにはなるもんじゃないですね。私1回だけなったことあるのかな、何歳の時だったっけな、なんかすごい若い頃あれだ、免許を取ろうと思った時にインフルエンザになったきりですね。大人になってからインフルエンザになるとすごい辛いんだなっていうのを思いました。夏風邪ね、本当長引いてる人もいるし、今コロナもすごい流行ってきて、キャットクルーの中にもさ、コロナだったりインフルだったり夏風邪の人がいたりするので、ちょっとねこれからも気をつけていかなきゃなって思うし、やっぱり人がいっぱい集まるところ、ライブハウスなんかもちろんそうなんだけど、でもライブハウスってやっぱライブハウスに来る人って限られている気がするから、やっぱ電車とか居酒屋さんとか、そういうところは気をつけなきゃいけないなって再確認いたしました。やっぱりねまだなんかね語尾にっていうか、なんか長く喋ると喉が詰まるんだよねだからちょっと物販とかで喋っててコホコホしちゃう時があるけど、多分もう映す菌は持ってないと思うので大丈夫かと思うけれども、みんなもみんなで気をつけていただいて、私も私でこれからどんどん気をつけていこうかなと思っております。そんな感じでね、9月の2日は名古屋でオフ会というものをやったんだけど、ワンランク上の山ちゃん、世界の山ちゃんってあるじゃない、私山ちゃんって多分1回しか行ったことないんだけど、それのワンランク上の山ちゃんっていうのがあって、びっくりするぐらい全部美味しかったね。なんか普通の居酒屋さんより本当ワンランク上って感じで、値段もワンランク上だったんだけど、でもなんか美味しいビール、ブラウマイスターっていうビールも飲めたし、なんかすごいいろんな発見があるお食事会でございました。でその時にね、音楽の話になったんだけど、みんなでなんかナスを来て、私歌ったことあるんだけど、豆も来てね歌ったことあるんだけど、なんかそういうことをするのを見て、この人は本物だなって思ったみたいなこと言われたんだけど、それはどう褒められてはいるんだけど、なんかちょっと複雑と思ってでもナスを着てようが、いつもの衣装を着てようが、 T シャツにジーパンだろうが、ライブでね本気でやるのはね当たり前なことであって、でもやっぱりさ、 T シャツジーパンで歌う人を見るよりはナスとかちゃんとした衣装でゴシックメイクとかさしてる人を見てる方がやっぱり見に行く上では楽しいじゃない。なんか普通のねすっぴんのさ T シャツジーパンでいい歌歌ってたとしてもさ、なんかあもうちょっといい格好してたらなとかさ、私は思っちゃうから、やっぱりステージを 見たい側としては、やっぱりちゃんとなんかあの服着てみたいとかさ、あの服かっこいいなとかさ、立ち姿かっこいいなとか思ってもらえるような格好をねこれからもしていきたいなと思うし、でねやっぱり私ね、なんでインフルエンザになったか分かってんの自分で。なんかやっぱり最近ちょっとね体がなまってきたから食事制限とかしたりして、ね、なんかちょっと痩せてみようかなと思ったんだけど、それやった瞬間に体調崩したから、もう私は食事制限っていうものをやめました。もう運動する、本当にぶら下がり棒は続いてるし、筋トレもちょっと、その懸垂もちょっと本当できるようになってきたし、だからこれからも動いて体力をつけて
いい引き締めた体にしていこうかなと思っております。食べなきゃ痩せるなんて分かってることなんだからさ。だってもう食べないと人生つまんないから、明日死ぬかもしれないから美味しいもの食べていこうかなと思っております。でもね、大丈夫、毎日唐揚げ食べたりとかはしてないから安心してください。ちゃんと健康に気をつけたご飯をちゃんと食べていこうかなと思っております。それでは1曲目聴いてください。ザ・ヒーナキャットでシピキャット。申します。水曜日9時は私と一緒に遊びましょう。ザ・ヒーナキャットのププププアーブ。さてさて、今日のお題はですね、あなたの好きな音楽のジャンルということで、こちらをお話ししていきたいなって思っております。それでは読んでいきますね。ひーちゃんこんばんは。プププププアーブを聞きの皆様こんばんは。愛知のクルーエニグマです。先週のラジオは体調不良大変でしたね。最近職場でもコロナがまた流行り始めて、あっちこっちで休んで大変なことになっています。
このラジオの放送の頃には復活したひーちゃんが金土日と名古屋3連チャンで頑張った後ですね。しゅうさんも愛知に足を運んでいただきありがとうございます。インフルじゃなかったら4日でしたね。確かにね、本当に関東の人なんですかね。いや私もね、最近ね、名古屋で対バンする人とかが多くて、名古屋の人だと思われてることが多い。あと大阪じゃないんですかとか言われるさて、今回の好きな音楽のジャンルですか。僕は小学生の頃にチャゲヤスのセイエイが流行り、ビーズのレディーナビゲーションが CM で流れていた時代、お金持ちの女の子の家に行ったら CD というものがあり、我が家にないもので、え、なんでこれ音出るのって、え、みんなこれ持ってるの、 俺も欲しいとなり、 CD ラジカセ持ってないのに先にセイエスの8ミリシングルを買いました。これを聞くには CG ラジカセがないと聞けないんだ、誕生日プレゼントで買ってくれと親におねだりし、パナソニックのバブルラジカセを買ってもらいました。バブルの頃のラジカセで高いやつです。え、そんなのあるんだチャゲアスとウィーズが同時期にアルバムを出し、親父におねだりして2枚購入、チャゲアスを先に聞いて、あーいいなと思いました。次にビーズの In the Life というライブアルバムを聴いたら、エレキギターの音のかっこよさに惚れてしまいました。それから過去の、これさ、ビーズなんだよね、ビーズの CD を全部土下座して買ってもらい、松本さんは何が好きでギターやりだしたんだろうと気になり、ラジオでマイケル・シェンカーの Into the Arena を高校の時に弾きまくってたとか、なんじゃそれを聞こう。そこから気づいたら洋楽ばかり聞くようになり、ハードロックの王道を聞き漁り、高校に入った頃にはクラスメイトからメタルを借りてハードロックヘビーメタルばかり聞いていました。日本人は当時ルナシー、イエモン、グレーが流行り、もちろんその辺のバンド形式の音楽も聞いていました。バイト先のガソリンスタンドの有線でシャムシェイドがしょっちゅう流れていて、これは売れると思ってて、次のシングルが出た時に、ああダサくになったなと思ったら、まさかの大ヒットで代表曲に。世の中と俺はずれてるのかと思って、流行りなんかどうでもええわと思いながら、自分が好きなジャンルを開拓していきました。これ壊れるほど愛してもってやつかな。メタルというのはめんどくさいジャンルで、細分化するとスラッシュメタル、北欧メタル、ネロスピ、ネオクラ、プログレメタル、こんなにあんの？バイキングメタル、ジャーマンメタル、ニューウェイブオブブリティッシュメタル、パワーメタル、デスメタル、ブラックメタル、ジェンドなど、多分もっと細かくできますが、そんなことより聞いた時に直感的にこれこれって思うやつが好きです。大人になってからプログレッシブロックを知り、一時期はそれに関するバンドばかり聞いていました。コロナ禍で海外バンドが来日キャンセルになり、どうしようと思ってた頃、たまたま某ガールズバンドの YouTube を見て、キャバ嬢バンドだと小バカにしていた自分を反省日本人も捨てたもんじゃないなと、Spotify で80年代のジャパメタを知り、日本人ばかり聞いていたら Spotify でおすすめしてきたのがザ・ヒーネキャットの中級編というアルバム。そこからライブハウスに通うようになり、ヒーネやシャベンナが対バンするバンドを聞くようになり、さらに幅が広がったと思います。おそらく以前の僕だったらあんまり聞くジャンルじゃなかったなと思います。いろいろ聞いていくと、どんどん枝分かれして新たな発見があって、日々楽しいです。イグとジェイドとマジシャガとムシャクシャは聞いてたかもしれないけど、ポモとハイハイは以前の僕なら聞いていなかったかもしれない、発見できなかったと思います。ということで、ひーちゃんありがとうございます。あれ、お題何だったっけ、長々とすいませんでした。では今後もよろしくお願いいたします。いいね、なんかすごいいろんなことを知れたメッセージだった。メタルってそんなに種類あるんだ。まあでも大きくくくるとメタルみたいな感じなのかな。ドラムがズドズドズドってやってて、ギターがズズズズズってやってたらメタルなのかなって思ってるけど、まあ私もメタル好きだけど、なんか何のメタルが好きなのとか聞かれたらちょっとわかんないから言わないようにしておこう。さあ次のメッセージいきます。
ひーちゃんこんばんは。ラジオを聴きの皆様こんばんは。眠れないひな猫です。今夜のお題は音楽のジャンルで何が好きですね。僕は正直雑食なんですけれど、やはりあの80年代通ってきているのでメタルが好きなんだ。メタル中学で洋楽に目覚め、プリンスなんかをたしなんでマイケル・ジャクソンなども聞いた。高校で悪友にもらったカセットテープ A 面が背徳の掟、 B 面がレストレス&ワイルド、そうジューダスプリストとアクセプトという超絶危険な役付けで速攻中毒になったんだ。メタル、そこから石が転がるようにメタルに浸って転がり込んだライブハウス、若さゆえパンパンの箱の後方から最前作をつかむ運動会すると息ができない、湿度 100% で呼吸ができず死にそうになって緊急離脱、クラブ散った。すごいね。あの洗練からずっと聴いているのがハードメタル、あ、ハードロック&ヘビーメタルか。なんだか雑食に聞くけど、ずぶといベースとどこどこ地を這うようなドラム、歪みまくるギター、楽器体にも負けない強烈なボーカルが大好物。わかるわ、これめっちゃわかる。だからひーちゃんが好き。ひーちゃん祝インフル全開バイナラーということで、なんか最後みんなひーちゃんにありがとうみたいな感じで終わるけど大丈夫ひーちゃんを褒める会みたいになってる。ありがとうございます。私もね、このね、言ってることすごいわかる。ベースがブンブンブンってやっててさ、ドラムがめちゃくちゃちゃんとタイトに刻んでてさ、でギターの歪み、これ大事ね。ガレージロックとかのギターの歪みは本当苦手で、私557188大好きなんだけど、ギターの音だけはどうしても好きになれなくて、あんま好きじゃないんだよね。だけどあの歌、耳タブの歌があるのよ。その歌のギターはすごい歪んでてメタルみたいなやつになってんのね。だからその音だけは好き。耳タブ2号だっけっていう歌があるんだよね。そう、それがね好きなんです。3号だったかな、ちょっと忘れちゃったさあ次のお題にかしていただきます。ラジオネーム宇治山田ひろしとゴーグル5さんでございます。ひーちゃんキャットクルーの皆様、 FM 湘南ナパサを聞きの皆様こんばんは。京都のメタラーひろしです。もうメタラーって言っちゃってるもんねひーちゃん、先週の放送は体調不良の中お疲れ様でした。早く本調子になることを願っております。私も好きな音楽のジャンル、学生の頃からラジオを聴くのが趣味なので、新旧洋楽ジャンルを問わずいろんな音楽を聴いています。いいね。夏メロ、歌謡曲、演歌、アニソン、洋楽ポップスなどいろいろ聴きますが、やっぱり一番好きなのはハードロックやメタルです。ジャーマン、ブリティッシュ、ちょっとここ割愛するね。好きなバンドはハロウィーン、ジューダスプリスト、ロイヤルハント、ドラゴンフォース、アーチエネミー、イングウェイマルムスティンなど。そんな私が今年出会ったのがザ・ヒーナキャットのヒーちゃん。なんだこの私の大好物なサウンドは。大阪でのライブの後メタルのお話をしてピックまでいただいて、すぐさまファンクラブ入りましたよ。あまり遠くへは遠征行けませんが、これからも応援しております。最近では海外アーティストの来日も増えてきました。9月14日は大阪のハロウィンのライブ行ってきます。あ、いいねいいねいいね。またそれではお便り送りますということで、ありがとうございます。いいですね。自分の海外アーティストめちゃくちゃ好きなんでございますよ。私はね、今ねサバトンがめちゃくちゃ好きでね、絶対生で見たいなと思ってるから、もしサバトンの来日情報があったら私にすぐ DM してください。行きますかって、行きますって言うので日程さえ合えば行きたいなって本当に思ってる今アーティストでございます。それでは次のメッセージいきます。今日はメッセージ読んで終わっちゃいそうだな。ひーちゃん&FM 湘南ナパサをお聞きの皆様、モラです。本日のお題は好きな音楽のジャンルは何ですね。正直音楽のジャンル分けってあんまり分かってないのですが、多分今では当たり前になっているミュージックビデオが作られるようになったのが1980年前後で、その頃土曜日の夜に MTV というそればっかり流しているアメリカのテレビ番組が日本でも放送されるようになりました。あ、これヒーママがよく見てたやつかな。そこで流れていたアメリカンポップスやユーロビートをよく聞いていた感じですね。また今では死語となったディスコというナウでおしゃれなヤングたちが踊っていたフロアでも大体同じような音楽がかかっていましたね。
まあその流れで今でもそのあたりの曲とか EDM な好きな感じですかね。私もね EDM とユーロビート大好きなんだよね。ところでジャンルというとクラシックなんかさっぱりちんぷんかんぷんな私ですが、 2,3 ヶ月に一度ぐらい無性に聴きたくなって YouTube で聴くクラシックの曲が1曲だけあります。それはチャイコフスキーバイオリン協奏曲2長調第1楽章なのです。なんで？きっかけはオーケストラという2009年のフランスの映画で、その映画を見た時にすごく印象的に感じたことがきっかけでした。のだめカンタービレでもやってましたね。うまく表現できませんが、溜めて溜めまくってクライマックスで最大にチャンチャラチャ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 ーンってとこがカタルシス解放というか、ナシズルブッシャー状態になってふーってなります。待って、なんか興奮して喋れなかった、あんまり。まあそんな感じです。ではでは、そういうことでバイビーということで、私はねクラシックがねたまに聞きたくなって、たまにねお掃除してる時に爆音で聞いてたりする。これはね実家にいる時からそうなんだけどね、ひいままもねなんか知らないけどね、土曜日が仕事休みとかさ、私が学校休みの時とかさ、もう朝のさ8時か9時ぐらいからクラシックがさ爆音で流れててさ、それとともに掃除機ブワーみたいななっててさ、あー朝だわーと思って起きた記憶がある。ほんでもって多分それを流しながら、まあ、掃除が終わって朝ごはん作ってくれるんだけど、なんかねすごかったな今思うと。でもね掃除は大事だしね、娘のために朝ごはん作ってくれるお母様だからね、まあ、も別にね文句はなかったのよ。でもやっぱさライブとかやって帰ってくると、まあ、その高校生とかね頃はやってなかったけれどもさ、二十歳過ぎてそういうのをやるとさ、朝早いんですけどと思いながらね起きたこともある。あとねひいままはねテレビ見ながらめっちゃ大きい声で笑うから、その声で起きんだよね私。マジで、ね、誰かと喋ってんじゃないかと思うんだけど、朝起きたらテレビ見て笑ってるだけでしたみたいなことが多々ありました。学生の頃でございます。それでは最後のメッセージ活かしていただきます。ひーちゃん、リスナーの皆様こんばんは。今回お題である好きな音楽のジャンルですが、僕の好きな音楽はグランジオルタナティブと UK ロックです。荒々しいノイズと分厚いギターサウンドなのに、そこから抜けるような切なく耳に残るメロディーだったり、そのバンド、そのプレイヤーにしか出せないような音、演奏、歌は聴いていて癖になります。現代の感覚からするとマニアックな音楽に聞こえるかもしれませんが、ゴールドディスク認定だったりグラミー賞を獲得したりアリーナクラスでライブだったりと一時代を築いていました。超代表的なバンドを挙げるとすればニルバーナ、スマッシングパンプキングス、それ知らない、パンプキンズ知らない、パールジャムあたりです。知らなかった。 UK ロックで言えばオアシス、ブラーなどです。ではでは、ヒーナのライブ、楽器来る、忘年会など今年も残り楽しみたいと思っております。ヒーちゃんも体に気をつけてください。セイジさんからいただきました。ありがとうございます。多分ねセイジちゃんはねあれよね、ちょっと55に近いギターのガシャガシャシャン音が好きなんだよね。あのでももうちょっと歪んでんのかな、ちょっとね多分言ってるバンドを見ると私もそんなに嫌いじゃない音のギターをしていたはずだと思います。ありがとうございます。ニルバーナーはね知ってるよね、あのギターってか、やっぱあの人たちのエモいメロディーラインいいなって私はいつも思っております。素敵なメッセージ、素敵なメッセージありがとうございます。ここで一回 CM 挟みます。ザ・ヒーナキャットのプププププアップ、こちらの番組は宮田製菓様の提供でお送りさせていただいております。ちょっと小腹が空いた時に一口サイズでとっても食べやすいヤングドーナッツの歌作らせていただきました。その他にも素敵なお菓子たくさんございます。疲れた時にリフレッシュ、会議やパーティーなどにもお使いくださいませ。大好きなお菓子を食べてハッピーになりましょう。さてさて、
私のね好きなジャンルはねやっぱりハードロックなのかな。メタルって言われるとそんなにピンとこないんだけど、やっぱハードロック、モトリークルーとか、まあ、そういうのが好きだから、なんかなんだい、重い低音がズンズンくるライブが好き。だからさ、メタルも好きなんだけど、ちょっとねドラムがね2ビートがあんま苦手で、ザッ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 みたいなのが苦手で、だからそれよりはドッツー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 の方が好きだから、四つ打ち系の感じでハードロックなギターをリフ大事ね、リフをちゃんと弾いてるバンドで、でボーカルがしっかりしてないとやっぱり聴けないね。どんだけ演奏陣が上手かろうが歌が下手だともう台無し、本当にで思ってる。でいっぱいいるのよインディーズバンド、まあ、私も含めてだけどさ、演奏しっかりしてるけどなんかメロディーラインが全部一緒だったりとかさ、なんかそういうのを見てると何から作ってんだろうなとかいろいろ思ったりとかしてさ、でもやっぱりさ、まあねガールズバンドって顔が命とか言われたりするけれどさ、顔をさ歌唱力でカバーできたりするわけだと思っているわけよ私は。でもかっこよかったり可愛かったりしたらもうちょっと売れるのになと思ったりもするけど、まあ、そこはねわかんないし、日本とか海外とかも全然違うだろうし、そこは一概に言えないけれども、でも歌が上手くないとやっぱり絶対に売れないと思う私は。歌だけは本当に大事だと思うねと思うのよ。あとドラムね、これさこの間マリーちゃんとかともすごい熱く語ったんだけど、ドラムって上手いってあんま言われなくない？バンドをやってる人とか音楽が好きな人はドラムが上手いとかさ言ってくれるかもしれないけど、やっぱりさ一般の人が見るとドラムが上手って分かんないみたいなんだよね。歌が下手だったらあの人歌下手だねとか分かるけれども、やっぱベースとギターあんま間違えても普通の人、普通に音楽ただ聴いてるだけの人は分かんないみたいで、あそうなんだって思っててさ、でマリーちゃんがねどんだけ努力したところでその何ドラムに合わせてくれるみんなの方が上手いって言われちゃうのがすごい悲しくて、一生懸命努力してるのにみたいなの言っててさ、分かるよ分かるよって言ってさ、でもキャットクルーのみんなはマリーちゃんが上手って分かってるし、マリーちゃんをすごい褒めてるよっていう風にねお話をした回がございました。まあそんな感じでね、そのねもうマリーちゃんとか、まあ、私もそうなんだけどさ、できるのが当たり前でみんな見てくれてるからさ、ちゃんと褒めに行かなかったりするわけよ。もう上手いのが分かってるからわざわざ上手いですねって言わないわけじゃない。だからそういうのをもうちょっと口に出してそのメンバーとかに伝えてくれればもっとモチベーション上がるんじゃないかなと思っておりますので、皆様ライブやった時には今日ひーちゃん歌良かったねとかさ、ギター上手かったねとかさ、ドラム良かったねって褒めてくれるとメンバーのモチベーションが上がるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週も楽しく聞いてくださいね。ありがとうございました。バイバーイ。